リアルファンタジー。嘘マジで、おいや、ゆうちゃん結婚して、何マジで、マジで。違う、そのニュースは瞬く間に駆け巡り、ツイッタートレンドワード世界一。なぜこの二人が令和最大のミステリー。男たちに勇気をもたらした。僕は自信がつきましたね。山ちゃん、まちこいけたあれですけど、モテないみたいな言い方をフジテレビでされてたので、それがあの美人と結婚なされたので、ちょっとまあ自信をもらいました。男は顔じゃないなって、心だなって思いました。吉本ブサイクランキング殿堂入り芸人が起こした愛のミラクル。日本アカデミー賞に輝く国民的人気女優との人生逆転ドリーム。しかし会見では次々と謎が噴出。葵さんは今指輪番、結婚指輪というのはいただいたんでしょうか。お断りしました。指輪拒否、一体なぜ。また1時間14分に及ぶ会見で全く触れられなかった謎、それはプロポーズの言葉。さらに蒼井優さんのご両親に結婚の挨拶、待ち受けていた予想を超える展開。どこの馬の骨かわからない奴に娘はやれん。父親拒否。ありがとうというふうに、僕の肩を抱いてくれまして。それとも OK。 そしてこの結婚最大の謎、普通の男性じゃきっとできない、なんか司会してるからならではの、きっとなんか口がうまいじゃないですけど、なんか口説き技があるんですかね。なぜ山里亮太は蒼井優さんの心をつかめたのか。その鍵は初対面の夜。最初はしずちゃんと、あと上友達と何人かで一回飲ませていただいて、すげえ優がいると思ってドキドキしたんですけども、そんなドキドキが数分でもうなくなるぐらい気さくに喋ってくれて。何が二人を結びつけたのか。恋へと変わったきっかけは。そして会見とこのセッション全てが終わった後、再びマイクを取り語った感動の言葉とは。先ほど山里さんのどこが結婚の決め手になったかって言われた時に、一番大事なことを言うのを忘れていまして。この後山里亮太緊急生出演、全ての謎に答え。